なんかね、世間ですごい話題になってるんですけども、将軍というアメリカのハリウッドドラマ、全10話っていうのが2月に始まって、それがものすごいあれですね、盛り上がってると、評判がいいという話なんですね。で、それが先週第10話で終わって、まあ、すごい、まあ、なんていうか、反響が出てるという話で、AI あんまり関係ないんですけども、ちょっとまあ、ハリウッドで、将軍っていう名前が示す通り、日本が舞台の話で、スタッフとかね、俳優とか、ほとんど日本人みたいなんです。で、ハリウッドで撮影して、真田広之さんね、が主演かつプロデューサーとか言って、こう、日本の、なんていうか、いろんな仕草とか、このものとかですね、服の着方とか、そういうの全部を、こう、チェックしていると。日本として、だから、その、もともと、日本映画、海外で撮られること多かったですけども、それがどうしても日本人から見たら気持ち悪いとこ多くて、見てられないと。海外でヒットしても日本では売れないとかいうことが多かったみたいなんで、それはやっぱり日本人みんな感じてることなんですね。外国映画の日本を扱ったやつっていうのは全部気持ち悪い。そもそも日本語が気持ち悪かったりするわけです。日本人という設定の中になんか、日本人じゃない、中国人とか韓国人がとかのなんかそういう人が混じってたりしてとか、それはちょっと気持ち悪いし、時代背景というのをもっと正確にね、その時代はそんなものは、そんなことはなかったんだっていうのをすごく正確に忠実にやったというのが今回の一つの、ポイントみたいで、私見てないんですよ。見てないんですけども、なんか非常に流行ってるんで、それの周辺のなんか情報というのは結構見たんですけども。で、それが、最近のね、映画っていうのは、どれもポリコレ、ポリコレっていうのがすごい強い圧力になってるみたいです。ポリティカルコレクトですね。だから、必要もないのに、なんか、こう、男女の配分考えてみたり、白人、黒人の割合を考えてみたりとかいうようなことがあって、それのせいでですね、なんか、話が無理やり、変な展開になってるみたいなケースがどうも多かったということで、今回はもう日本の時代背景というのを最優先で、ポリコレを無視して、まあ報道とかでそういう言い方してると、ポリコレをもう完全に置いといて、そうじゃないと、時代背景優先という、まあ史実に基づくフィクションなんですけどね、今回の話はね。史実に基づく部分は史実だとか、その時代背景に基づく部分は完全にその時代に合わせてと、事実に合わせてということを追求したと。で、その結果、すごい面白いものになったということで話題になってます。話の展開も面白いみたいですけどね。だからちょっと、見てみたいなと思ってるっていうお話です。海外でも受けてるってことですね。そういうのそう。が。だから、もう今年のなんか賞を総なめするんじゃないかみたいなことが言われてるみたいで。で、良かったのは、だからそういうポリコレを、抑えて、で、日本の歴史的な事実にかなり基づいて、かなり忠実にやったということと、あと日本のなんかそういうのが、やっぱり海外から見たらすごい不思議なことが多いみたいですね。正確に。やるほどですね、すごく面白くなったということがあるんだと思います。あと、日本の俳優陣のなんか演技のうまさというのがすごい注目されてるみたいですね、今回。真田広之さんもそうですし、なんていうか、今まではあんまり肯定的に見られてなかった日本人独特の細かな感情表現ですね。すごい抑えた感情表現とか、目だけでなんか、語り合うみたいなとことかですね。海外逆ですよね。アメリカなんかそうじゃなくて、もっと基本大げさ表現が多いと思うんですけども、そういうところがなんか演技力の高さということで評価を受けてるということみたいなんです。ええ。それがすごい面白いなと思って。で、今後だから今回の
大成功をもとに、真田広之さんはもういよいよハリウッドの大スターという座に行ったんだという気もしますし、それ以外の、まあ日本、どちらかというと日本でしか有名じゃなかった俳優さん、女優さんたちが一気に世界に認知されるようになったという感じもしますし、だからそういうことで続編っていうね、続編ではないですけども、日本映画を海外で撮るというケース、これからもしかしたら増えるかもしれないと思うのと、あとスタッフの人もかなり日本人だそうなんです。その背景のセットを作るときとかもそうだし、小道具のときもそうだし、服の着付けとかですね、服の素材もそうらしいですけども、まあ、作ったのは日本じゃないかもしれませんけどね、服はね。それか、カツラのこととかね。その辺で、もう完全に日本がやって、もう、日本の、なんていうか、技術を総動員して、日本の時代劇を作ったみたいな感じになってるみたいなんですけども、それが海外から見たら非常に新鮮だったということみたいですね。日本の時代劇、海外でこれから流行るかもしれませんね。そう感じなんがだ。してます。いや、大きな流れなんで、注目したいなと思ってるわけです。全10話ということで、ディズニープラスだそうです。ディズニープラス。ああ、ディズニープラスか。ディズニープラスで配信中と。ちょっと私は興味を持っていて、見たいなとは思ってますし、ちょっと皆さんもよかったら見てみてください。何かがあると。こう日本。でね、なんかちょっとだけこうシーンが出てるやつがあって、それ見たら、もう完全日本語ですね。ほとんど日本語で、もうに日本の時代劇という感じです。もうそういうのが受けるっていうのがね、なかなか興味深いですね。そうなんだ。だから日向こう本に人日本からが見楽て、しい、正しいのをやったらそれが受けるっていうのが。そういう話題だと思いますね。松田先生は何か。全然見るつてがないから、つらいぞ。そうなんで僕もすディね。ズニープラスやめちゃったんですよね、この前。とりあえずね、YouTube なんかでも、それの論評とかね、いや、私はそれなんですけども、それの論評みたいなのをたくさん見たんですけども、見るだけでも面白いですよ。なんか、すごい、日本が再評価されてるみたいな気分になって、ちょっとまあ、いろいろ要素はあるんでしょうけど、話の展開が面白いみたいですね。で、これは、何十年も前に書かれた本が原作で、で、昔一度映画化もされてるみたいなんですけども、昔将軍ってありましたよね。ねあれと同じなんですかね。え。だけど、まあ、原作は一緒ですけども、一まあ、緒です。細部が一部変わってるみたいですね。なんかかなり面白くて、なるほ引きど。付けられると、ちょっと見たらもう次が楽しみでしょうがないみたいなことを書く人が多かったように思いますし、もう否定的な人がすごい少ないという感じが、の数字がどっかに出てたような気がしますね。見た人、ちょっとコメントとか、ネタバレしない範囲でコメントいただけたらと思いますけどね。いや、最近だからね、私はアニメをね、まあ、大学忙しいと言いながら、ちょっと段に見るんですけども、アニメがね、昔ほど、なんていうか、のめり込むやつが少ないなという感じしてるんですけどね。ほら、ちょっとアニメの名前言うのやめ、言っても大丈夫ですかね。フリーレンとかむっちゃ人気あるでしょ。あ、でもね、まあまあ面白くないわけじゃないんだけど、別にのめり込まないなとかを、他の人はのめり込んでる人いますけどね。なんで面白いのかなというか、いうぐらいの感じがするアニメが多かった中で、そういうのめり込むやつが久しぶりに出てきたみたいな感じが、ちょっと興味がありますねという話です。なるほど。ディズニープラス入らないとダメですね。やっぱりね。入り直すのもいいんじゃないでしょうか、もしかしたら。これ、はい。はい。いうことです。